はい、こんにちは。ピカです。今日ね、このレクサス RCF ですね。これの GT3 のマシンをやっていきたいと思います。すごいな。モデリングがなんか H&R だよ。俺も Z4 のね、サスペンション H&R に変えました。バネね、すごくいいね。エンドレスのモノブロックの4ポット、膨らみ方はどう見てもなんか4ポットっぽいけど、詳細は分かりません。マフラーがね、この位置だね。サイドはサイドでもちょっと来てるよね。ディアのディフューザーもすごいね。なんかロールゲージの入り方もやばいね。えげつないね。タイヤはダンロップですね。これ、なんかあれかな。ミラーの形もなんかね、未来だよね。進化してる。空力良さそうなミラーしてるね。さあ、じゃあね、早速この車乗っていきたいと思います。はい、レクサス RCF 乗ってまいりました。すごい後ろが、何これ、どうなってんのこれ、何あれ、これ何、おお、エアダクト、エアコン、ああ、なるほどね。すごいすごい、これエアの、エア、そっからエアを吸って、さっき穴開いてたじゃん。ここに出てくるんだね、エアがね。で、冷えるってなってるんだ。なるほど。すごいね。いいじゃないですか。新設機構。え、なんならエアコンつけてほしいけど。後ろは何だろうね。あれ何だろう。何がついてんのあれ。燃料タンクかな？燃料っぽいっちゃっぽいよね。横から、後ろから行くのかな、燃料をね。マフラーはこのサイドのこっから通って、なんか無線機積んであるね。よく作ったね、本当に。ブレーキだね、ABS かな？ ABS ユニット？ぽいっちゃぽいけど。あの辺からもなんかエア吸ってんね。すっごい。めっちゃ、またカメラついてる。このカメラ何？これ GoPro じゃないの？ GoPro、 なんかいろいろ問題があるのかな。こういう、本当にこのカメラあるのかな。はい。ニュートラルクラッチで、R で、エンジンオンで。ああ、そうか。なるほどね。ニュートラル、エンジンオン、クラッチ、アップシフト、エンジンオフ、みたいなね。なんか、指示が書いてあるね。ステアリングどうかな？ステアリングね。RCF のステアリングは。おお、カプラーで、やっぱり繋がってるね。これはステアリングのこの辺に繋がってんだね。ぽよーん。思いっきりやっても。思いっきりやって。いや、すごいね。めっちゃリアルやん、これ。いいね。あ、ニュルのね、ニュル走ってる車なんだね。グランプリコースと、北コースを合わせたと、なんていうの、24時間の時のやつだね。よし、はい、じゃあね、早速乗っていきたいと思いますが、すごいな、狭いな、おい。しかもちょっとなんかドライバーが左に寄ってるよね、このセンタートンネルがさ、大きくてさ、ちょっと待って、ペダルが、実際のペダルがちっちゃすぎて、センタートンネルが大きすぎて、ドライバー相当左に寄ってるよね、これね。さあ、おお、いいレスポンス。さあ、やっていきたいと思います。ああ、このタコメーター見やすいね。おお。ああ、すげえクイック。どっちかというとなんか M6 に似た感じのハンドリングだな。レイアウトも似てんのかな。そういう意味で言うと AMG GT が若干特殊だったかな。あ、めっちゃニュートラルステアで、こいつめちゃくちゃ速いじゃん。やばいやばいやばい、これ速いんじゃない？やべえ、速さを感じるよ。6速だもんね。やっぱ1速
おお、ずるい。むしろずるい感じしてきた。いやー、やっぱレシングカー楽しい。アクセルオフだけで回っていっちゃうね。まあまあ、こんなのなんかね、軽くこうステアリング特性を見てるだけだけど、なんとも言えないニュートラルな乗り味だね。あー、なんだろうな、どう表現したらいいんだろう。なんかね、 M6 のホイールベースとオーバーハングを短くした感じ、合ってるのかな。 M6 のそんな感じだね。まあでも FR だね、ちょっとフロントヘビーっぽいかな。ステリングが超ニュートラルステアだ。いや、いいね、無言になっちゃうなこれ。いや、これニューロ走りたいね。いや、速えな、これは。車線を守る感じでね。これは早いな。ちょっとね、芝公園で出ます。はい、じゃあね、次。はい、セッティングはレーシングハードに対してトラコンが2、まあ、そこの変更だけですね。とりあえずね、それで素性を見てみたいと思います。さあ、行ってみたいと思います。エンジン、そんな速くねえな。さあ、富士スピードウェイ。トヨタの膝の元だからね、富士はね。鈴鹿サーキットですね。来ました。さあ、1周目。まずね、ちょっとノーマルの感じをどんな。おお、あ、これ速えよ。なんだろうな、全部を足して2で割った。全部を足して3で割った感じだな。ホイールベースが短い感じがする。でマスもなんだろうな、だから間だね。M6 と AMG GT の間間な車だけど、ハンドリングがなんかね、車がちっちゃく感じる。いや、これ速えな。こういうコース速えな。ミュール速そう。ミュール速そう。これとニュールのタイムを比べてみるのも面白いね。おお、ちょっと待って、さっきから失敗してる。うん、本当にね、間ぐらいな感じ。ニュートラルステアで、なんかメカニカリグリップが高い感じすんな、これ。なんだろうな、ダウンフォースかな。ダウンフォースが一番効いてる感じ。ああ、なんかね、車が一番ね、なんか食ってる感じがする。あとね、ブレーキもこれが一番効くんじゃない。車がなんか若干軽いよな、これ。で、リアのトラクションめっちゃあるし、まあ、ちょっとトラコンオフにするとどんな感じになるかわかんないけど、めっちゃね、なんかターンインがなんていうの、これなんて言えばいいんだろう。めっちゃ小回り効くっていう感じなのに、なんかほんとホイールベースが短い感じ。これ早いよ、これ早いよ、マジで。こんな早いの、これ。
ちゃくちゃ速いんだけど。あのね、なんかね、コントローラブル、なんだろう、コントローラブルっていうか、手足のように動く。こんな違うんだね、 GT3 マシンって一言で言ってもさ、車によって全然違う。なんかね、めっちゃホイールベース短くてコンパクトで、ヨーモンメントもなくて、ものすごい自然なね、ハンドリング。もうちょっと失敗した。これ速いよ、わかんねえけど、俺の感覚で言えば。タウンホース強いのかな。ブレーキも効くしね。あー、なんかね、一番軽い感じ。おお。おせえじゃん。おせえじゃん。やっぱ簡単な車おせえのかな。おせえから簡単なのかな。じゃあね、次トラクションコントロールをオフで、レーシングハードで。はい、じゃあね、トラクションコントロールオフ、ハードタイヤでね、行ってみたいと思います。どうなのかね。なかなかいいね。コントローラブルだよな。超コントローラブルだね。あー、レッドよ、レブルよ。立ち上がり、やっぱり無言だとちょっと速くなるな。無言ブーストかかるな。変わんないね。はい、もう一回ね、トラクションコントロールオンで行ってみたいと思います。はい、じゃあね、トラクションコントロールオンに戻してね、もう一回ちょっとね、最初と同じ仕様で行ってみたいと思います。結構するんだね。ほら、これでいいのか。これを使わない手はないな。それでポーンって戻したときに、ピンピッてするからね、その動きを使っていくっていうのはいいかも。
日本茶は力が入るな。もったいねえな、せっかくもぐ立ち上がったのに。分かりづらい、シフトタイミングが分かりづらい。この車相当奥まで行ってるわ。はい、もう全然出ねえわいや結構うまく走ってると思うんだけどな。はい、じゃあね、このままレーシングスーパーソフト、スーパーソフトで、はい、じゃあね、このままスーパーソフトタイヤをね、スーパーソフトに変えましたんで、これで行ってみたいと思います。はい、スーパーソフト行ってみたいと思います。トラクションコントロールオンですね。すんげー速いよこれ。いやこれちょっと次元の違う速さを見せるな。ブレーキがね、やばい、やばいねこれ。ブレーキめちゃくちゃいいんだけど、何これ、軽いのかなこの車。響きだけど軽いの。だってめっちゃ突っ込めるもん。あー失敗。コーナーがクリップめっちゃ速いもん。あとねブレーキはね結構ね、10メートルとか奥まで行けるんじゃない。もうほぼ全開だもん。ほら、全然奥までいける。うう、悪くないね。うん。さあ。スーパーソフトで、トラコンオフでね、行きたいと思います。本気。
とさ。スプーン難しいね。オフを感じさせない走りだな。あーでも違うのか。うーん、どうしても同じぐらいのタイム差になるね。これとスーパーソフト入った時には M6 と本当にいい勝負だね。はい、いかがだったでしょうかね。RCF やってきましたけど、この車やっぱ NA ですごい高レスポンスエンジンでね、で、なんだろうな、ちょっと車重軽い感じするんだよね。で、やっぱりクリップが速くて NA は本当に私は好き。この車のハンドリングはすごくなんか攻めていくっていう、なんかね、攻めたくなっちゃう車ですね。やっぱターボ車はやっぱちょっと我慢するっていうか、これもうなんか本当、まあ突っ込んで本当に。コントロールしながら立ち上がっていくっていうようなね。で、そのトルクの出方もね、すごいコントローラブルで、すごいね、好きな車でした。はい。またね、こういうことやってきますんで、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。